はい、どうも皆様こんにちは、チロポロチャンネルのチロパパでございます。はい、今日はですね、コリスをお迎えして、1週間がもう過ぎてしまいましたので、今の状況についてご報告させていただきたいなと思いまして、動画の方にさせていただいてます。はい、今日はちょっと編集をですねあまりしないような、形で、ありのままのちょっと、姿をですね見せていただきたいなと思いまして、そのままですね動画の方にさせていただいてます。はい、目の前にですねいるのがですねリトナさんでございます。今ですね、ちょっとやると、ちょっと寄ってきてくれるぐらいまでなりました。はい。我が家に、来たばっかりの頃はですね、すごく警戒心がですね、強くて、近づくとですね、潜って、まあ、出てこなくなるような、ような感じでした。はい。もちろんですね、手から餌も、取るようなこともなく、なかなかですね、ちょっと難しいなと、本音で思っておりました。リトナさんをですね、譲って、いただく時にもですね、まあ、警戒心が強い子であるということで、お聞きしておりましたけども、まあ、なかなかちょっと苦労しましたけども、はい、今ですね、ちょうどこうひまわりの種をですねあげると、はい、取って、ちょっと食べてくれるぐらいになりました。はい、ですね、ちょっとケージの方にもですね手を入れてみたいと思います。はい、ケージに手を入れると一応ですね、まあ、乗って食べてくれるようになりました。はい、ちょっと痛いなはいはいですね。はい、これぐらいにちょっとなりましたので、はい、今回ですね、どうやってこの警戒心が強いリトナさんを、まあ、手に乗るぐらいですね、鳴らしていったのかをちょっと、ご紹介解説、していきたいと思います。今回ですね、ちょっとした方法なんですけども、ケージからですね、手を入れていただいて、まあ、もちろんですね、手のひらに乗ったりとかしないんですけども、まあ、この状態のままですね、ちょっとずっと置いておくと、いうような感じで、ちょっと調整しました。はい。尻尾がですね、膨らんだりとかですね、してる状況が、まあ、少しずつですね、収まっていけば、ちょっと警戒心ですね、ちょっと薄れているということも言えますので、はい、この状態のままですね、ちょっと、鳴らしていって、まあ、ちょっとこんな感じですね、勝手に、手に乗ってくれるくらいまで、鳴らしていけば痛いです。はい、こうですね、勝手に手に乗ってくれるぐらいですね、鳴らしていけば、はい、ちょっとずつですね、警戒心が弱くなっていくので、まあ、今回ですね、こういう方法で、ちょっと鳴らしていきました。はい、外からですね餌をやってもなかなか取ってくれなかったので、まあ、このケージの中に入れて、ケージの中で指からですね餌をやったりとか、はい、ちょっとしながらしていくうちに、まあ、ちょっとこれぐらいですね近寄ってくれるようになりましたので、はい、まあ、今回ちょっと、これで効果があったのかなという感じです。まだちょっと尻尾の毛がですね膨らんだりとか、してますので、まあ、もう少しこのままですね、鳴らして、いけば、肩に乗ってくれたりとかですね、理想的な、手乗りのリスになるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで、ちょっと今回はですね、現状報告を、させていただきました。リトナさんとですね成長の記録を今後も動画にして残していきたいなと、思いますので、はい、またよかったら、ご視聴の方よろしくお願いいたします。
Thank you.